競争水面西日がほぼ隠れて最後の一番は絶好の水面コンディションとなりました前回は地元勢が久々のタイトル今回は地元不在もモーターレベル的にはかなり高いメンバーが揃いました6名です g 1徳山クラウン争奪戦開設63周年記念競争12レースの優勝戦となります ピットなればほぼ揃いました6名大きな動きはなく2マーク近づいてきました優勝戦勝ち上がってきました6名です1コースには1番の坪井康春です今年ファースト SG の覇者しかし今年 g 1には縁がありませんクラウン10年ぶりのタイトルへ1コースに1番の坪井です2コースには3連勝中と1番の上り上しできました古賀茂樹 SG ウィーナー相手に g 1初タイトルを狙います 3コースには3番、魚谷智之減点、跳ね返しそして、準優は鮮やかな6コースからの抜け出しでした4コースら1は4番、吉田角郎惜しくも準優2着敗退でしたが今日の流れ、イン絶対ではありませんそして外2人準優勝戦トップ追い詰めた動きあわや逆転のシーンまでありました気配は魅力です5番の原田幸也5コース6コースに 6, 6番の武ス島誠12レーーススの優勝戦新入インコースから 1>, 1番2番3番4番5番6番です。 スタートは5コースから5番の原田その内がややへこんでさあ寄せてきます5番の原田さあ外が競り合う展開か1周1幕1番の坪井が逃げる内をついて2番の子が真ん中鋭く6番のブス島のまくり差しがさあ伸びてきた並んだ船がぶつかり合って並んでいます先頭争いは6番のブス島インコースアウトコース1番の坪井スタートは前提正常でしたさあ2幕ここは内から6番のブス島が先取り内が狙っていくのが2番の子が1番の坪井は前が 塞がって一気にししここで先頭6番のブース島上がりました一方、2番手らすいからは差して5番の原田が上がってきましたがすぐ後ろに3点さあここは混戦の2番手らすになりまして先頭6番の武ス島4点新リード2周の1幕内側狙って1番の坪井外を回った5番の原田、ここは振り切る後ろの方では大きく後退し1点アクシデントがありまして3番手らすいは3番の魚谷アウトコース1番の坪井と並んでいます。 なお2周1マーク、アクシデントがありました2番の小川転覆失格2周の2マークを回って3番テラスイは3番の魚谷インコースアウトコース1番坪井の争いですがここでいって新米に出ているのは3番の魚谷優勝戦はこれから最終周回です。 先頭が6番のブス島2番手5番の原田最後の1幕ここは自己手が出ていますこの自己手を避けての旋回となります3番手には3番の魚谷が抜け出しました優勝戦は最後のバックテレッジに移ります大波乱の優勝戦このままですと3連単6番5番3番ですと593.5倍のオッになります大外から見事な抜け出しでした昨日の準優勝戦トップ追い詰めた動きはさすがでした6番のブス島誠 G 番優勝は1年ぶり 6回目昨年は g 1 v 3も今年は優出なしこれが嬉しい今年の g 1初優勝戦と6番のブス島優勝合、豪輪5番原田合、豪輪3番、魚谷合、豪輪1番、坪井合、豪輪4番、吉田合、豪輪なお2番の小川転覆のため失格でございます。 第12レースの確定は1着6番、留守島誠2着5番、原田幸也3着3番、魚谷智之以上でございました。